第11試合先行の MC はこちら。大分代表、大分の小型大怪獣ミニラ。高校赤コーナーはブチ。先行青コーナーミニラ、高校赤コーナーブチ。それでは行きましょう。 DJ エイメン、レディーファイト。いや俺が大分代表、揺らし行きだってここが大東京。つまんだけじゃないぞ俺のバカ、来た家にしてる暇ないお留守番。ぶちかますこんなパス、岡山代表千鳥の話はもう聞きたくないよ。マイクチェックヨーヨーヨー、連れてくこいつヨー東京。はじめましてミニラ君、俺は岡山の新校じゃない、高校で新同期な。あのな、スキルをなバイブスでごまかすのと、バイブスがあるのは天と炎の差が違うあるぜ。そう、お前はフローがなってない、バイブスでごまかすな。スキルあるやつは言葉に魂がこもってる、お前は委員会議。はい、フローがねえしバイブスもねえ、退屈してる客は退屈割り、七枕にダイブだり、足りてない言葉のなライブラリー。言ったろお前は千鳥の話よりもな、ひどい一人の旅路で始めたライブはまだ通過点見せてる、かけてくスーパーセット。俺も左の人いい旅見てやり続ける、見た目は確かに気持ち悪い、だけどもこのスタイルでここまでやってきたぜ。俺の背中押してくれる後輩もいるぜ。ちゃんと俺はちゃんとこれで掴むものを掴んできた、否定しても言い返す、そのためにマイクを握ってる。かかってこい、このままずぶちかましこうぜ。終了、判定いきましょう。先行青コーナーミニラ、後攻赤コーナーブチ。まずはミニラ、バイシンレディージャッジ。青、勝者ミニラ。ブチに大きな拍手。ナイスショット。じゃあ改めて MC ネームとレプゼンを教えてください。岡山のブチと申します。ブチと申します。いやブチ今回はどうだった？いや楽しかったです。楽しかった、はい、1回戦最初調子良かったよな。そうそうですね、うん、なんか思ったより手を挙げていただいて、うんうん、声を挙げていただいて、でなんか来たみたいなだったんですけどね。踏まえて2回戦どうだった？噛んじゃったっす。噛んじゃった。頭が真っ白になりました。うん、ま、でもそれはさ、はい、あの頭真っ白になってわーってテンパった自分、負けた自分、はい、で自分に負けたみたいな、そうですね、とかあるやん。そのミス、明らかにミスが自分にあったっていう。ということはその相手に自分のスキルが劣ってたっていうよりも、あの、うん、自分を出し切れずにですかね、っていうパティン、パティンですね。なるほどね、はい。この、本戦自体は初めてじゃない？そうですね、初めてです ね。どうだった会場は？いや、なんか思ったよりその湧いてくれたんで、うん、なんか受け入れてくれて、はい、受け入れてくれたって感じで楽しかったです。じゃあ来年、はい、いろんな活動をちょっとマルチに期待しておいて大丈夫ですか？そうですね、はい。じゃあブチの活動、そのハテナに包まれたどんな活動、彼なりのヒップホップを2017年も期待しましょうということで、はい、最後何かあれば。まあまだ言えないんで、多分 DVD 出る頃には何かしらあるんで、うん、まあ Twitter とかで岡山ブチで調べてください。何かしてます。チェック1、2。ありがとうございました。